開発目標のマイナス1秒を検証するため、新旧2台を同一条件でタイムアタック。まずは旧型から。トルクは違うな。ギアレス用とかメーターとか違うから何とも言えないけど、ここの速度が違うな。旧型は暑さのためかタイムが伸びない。厳しい条件の中、新型は何秒でラップしてくるか。1秒は現実のものとなった。ベストモータリングが持つ旧型のつくばベストタイムは98年1月号の1分9秒フラット。確かにそのタイムを破ることはできなかったが、旧型のベストが気温の低い11月に記録されたことを考えれば、今回の新型のタイムは十分に納得できるもの。また新旧のパフォーマンスを比較するために、低速の1ヘアと最終コーナーの高速区間でタイムを計測。さらに最終コーナーでは進入スピードも測定した。